日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらの北海道クリームチーズケーキを食べたいと思います。なんかこちらに北海道ふわっとしっとりチーズケーキといって、その食べ方を入ってくれています。業務用なので好きな大きさにということなのですが、まあ業務スーパーに慣れてしまっているせいか、これ業務用って言ってもあんま大きくないなと思ってしまいました。まあまあ人によっては十分大きいのかなとも思いますけどね。では早速開けていきます。おー、見てください、結構綺麗な焼き色ですね。これどんな味なんだろう。この箱はこの紙は取れそうにないですね。なのでもうこのままいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。本当に生地は食感がふわっと軽めで、口の中でスーッと噛み切れる反面、しっとりした口どけの中からチーズの旨味がふわっと広げる、ふわーっと広がってきました。だな、横には広いんですけど縦に厚みはそんなにないので、食べやすい反面、もうちょっと厚みがあった方がより食感を楽しめてよかったかなとも思いました。まあ、あっちを立てればこっちが立たずなのかもしれませんが、ちょっとまあよし悪しな、形だったかなと。チーズの味はしっかり口の中に広がってきて、コクと旨味を広げてくれました。結構ほんのり甘めなので、甘めのチーズケーキがお好きなのであればぜひ食べてほしいですね。それでは今回食べた北海道チーズケーキは、チーズのコクとしっとりした生地の相性が良かって美味しかったので5点とさせていただきます。それでは七福神参り、ロケット乗るよこの空の、いやどこまでお参りしに行ってんだよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。